ウィークリー声の架け橋。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、秋野香織です。さて、新型コロナウイルス感染症が今も世界中で流行しています。日頃から感染防止の意識を高めてお過ごしください。それでは今週もウィークリー声の架け橋をお楽しみください。それでは今週の内容をご紹介しましょう。今週は区内のアンテナショップをレポートします。お楽しみに。ウィークリー声の架け橋、この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします。改めましてこんにちは、秋野香織です。今週は区内のアンテナショップをレポートします。今回レポートするのは青森県のアンテナショップ、青森県特産品センターです。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの新宮志保です。さあ、今回のアンテナショップ巡りは新富一丁目にあります青森県特産品センターをご紹介していきます。その名の通り、店内には県を代表する特産品が所狭しと並べられています。本格的な冬を迎えるこれからの時期、青森県からはどんな美味しいものがここ中央区に届けられるのでしょうか。美味しさあふれる県の魅力などいろいろと伺ってまいります。さあ、ここからのお話は青森県特産品センターストアマネージャーの佐藤夏子さんに伺っていきます。はい、佐藤さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらのお店のご紹介から、お願いします。はい、できたのはいつ頃になるんですか？新富町にあのお店を構えたのは平成2年からになります。じゃあ結構長くやってますね。この場所を選んだ理由ですとかっていうのは何かあるんでしょうか？それは私もちょっと不思議に思ってたんですけれど、確認したところですね、高速道路の出口に近いから、はい、そうですか。はい、ということは、車でこう来られる方ですとか、うん、はい、そういった方々にも、うん、というよりかは、はい、青森県から物を運ぶのに便利だからということ、その時代からのお話みたいですけど、はい。じゃあ、こう、陸路で、はい、運んでいたから、今は宅急便とかいっぱいありましたけど、当初は、自分たちで運んで、たくさん持ってきてたりしてたので。そう聞くと、はい、この場所の理由がわかりますよね。そうですね。はい、こう、印象などは、うん、そうですね。昔ながらのお店もポツポツ残っていて、最近ちょっとね、いろいろホテルとか出てきて変わってきましたけれども、若い人たちも最近はなんか住んでらっしゃるような印象がありますけれどもね。はい、その変わりゆく姿をこのお店を持って体感しているところもあるかなと思うんですが、はい、そうですね。はい、本当にこちらの青森県特産品センター、はい、お店お邪魔するとこう、はい、街の商店のような、どこか、それはよく言われますね。懐かしさも感じる、はい、店内なんですが、今ずらりと並んでいるこの青森県の特産品いろいろとありますが、はい、商品数でいうと何点ぐらいあるんでしょう？約500品種以上あります。500品種をじゃあ当時はこう陸路で皆さん車で持ってきていたという、ね、当初よりはだいぶ増えました。お客様どういった方がいらっしゃいますか？あ、そうですね。やはり青森県出身の方、まあもちろんなんですけれども、青森県を観光されて、この味が美味しかったと、味わったものが美味しかったと言って、その商品を探しに来てくださったり、する方、で、ご近所にお住まいの方、また、お勤めの方、車でさっと来て、さっと帰る方もたくさんいらっしゃいます。本当にじゃあこの場所からいろんなお客様いらっしゃると。はい、そうですね。青森県ご出身の方、うん、何かこう、あ、懐かしいなーなんていう声も聞こえてくるんじゃないですか？そうですね。そういったものが多いですね。子供の頃に食べていたものとか、そういうのを、喜んでらっしゃいます。例えば、はい、私気になるのは、やはりこの天井から、はい、
吊るされているという表現でいいんでしょうか。いいんでしょうね。はい。これは何ですか？これはねぷたです。金魚ねぷたと言います。ねぷたっていうと私はこの大きな、うん、みんなでこう出汁のように引いているイメージがありますが、はい。これは弘前の金魚ねぷたになります。もう本当に金魚単体、ね、そうですね。ですよね。弘前ねぷたのお祭りの象徴的なものになるんですけれども。へー、はい、これがちょっとこう、色もそうですし、柄もそれぞれ特徴があって、はい、赤やピンク、青といったものが上からね。そうですね。オリジナルでトネプタっていうのがありまして、はい、十二支作ったりしてまして、それも、はい、飾らせていただいてます。今年はネズミ年だったので、はい。これネズミなんですね。さあ、そして今、お客様、出身の方も多くというお話がありましたが、はい、ちょうどこの取材当時は、はい、中央区内のアンテナショップスタンプラリーも開催されていて、ちょうどこう最終日に差し掛かるあたりで、はい、そうですね、皆さんこうスタンプも押してらっしゃいますね。そうですね。今年は例年に比べてたくさんの方いらっしゃってるようです。その理由っていうのは、佐藤さんどうでしょう？やはりコロナの影響で、いろいろ旅行に行けなかったりとか、いろんなイベントごとが中止になってらっしゃるから、やはりこちらに参加して旅行気分を味わったりですとか、特産品で美味しいものを食べたいとか、そういうのだと思います。現地にも行けない分、はい、このアンテナショップを回って、巡って楽しんでるね、方も。そのように思われます。ところで今日お話を伺っている佐藤さんは、はい、ご出身は、私は青森県では残念ながらないんです。そうなんですか。こういった青森県のお店で働くきっかけは何かあったんですか？はい、そうですね。もともと田舎とかがないものですから、憧れがありまして、特に青森県っていうと、まあ、言ったらあれですけど、まあ、田舎らしい田舎かなと感じて、で、まあ、あと、料理や特産品が好きだったのでということですね。なるほど、はい、そういったところでこのきっかけがあって、はい、今こちらのお店でストアマネージャーを務めてらっしゃるということなんですが、はいはい、これからこうどんどんどん寒い時期に青森になっていくと思うんですが、はい、佐藤さん冬にはまだ行かれたことが ないんですよ。冬はちょっとなかなか行ける機会がなくてすみません。私も冬に限らず青森県行ったことがないんですが、はい、そうなんですか。やはり青森の冬というと雪深い、はい、うん、イメージがありますが、はい、そうですよね。特に津軽地方は雪深いと思います。行ってみるとしたらこの時期どういった場所に訪れてみたいですか？やっぱり皆さんが行って楽しかったっていうか思い出深いっていうところを聞きまして、ストーブ列車に乗ってみたいです。ストーブ列車、津軽半島を走る、車内にストーブを焚いてるですね、石炭のストーブを焚いてて、それで暖房にしてるんですけれども、車内がすごくレトロなんですよ。へもうほんと昔、昭和初期じゃないですけど、昭和10年とか20年代ぐらいの感じの、はい、板の間と、椅子、座席ですか、そこにストーブで、スルメを焼いてくれたりするところがあって、それ冬しかないので、で、まあ、今、コロナでどうかわかりませんけど、津軽弁でアテンダントしてくれたりするっていうところが、皆さん、楽しかったってすごく言うので、そこはちょっとぜひ行ってみたいなと思ってます。さて、ここからはそんな青森県の魅力をこちらのアンテナショップで体感できるという商品をご紹介いただこうと思います。はい。さあ、それではここから店内で人気商品を伺っていきます。佐藤さん、はい、どれから行きましょうか？はい。まず最初は、青森といえばニンニク。ニンニク関連の商品です。本当にニンニク、はい、青森は美味しいイメージありますけれど、はい、 ね、いろんなニンニク商品があるんですが、はい、中でもこれというものが、ぜひおすすめしたいのがこの熟成黒ニンニクです。名前の通り、はい、見た目も
普通のね、ニンニクに比べると黒い。うん、はい。これ理由、秘密は？理由はですね、ニンニクを食べやすくするために、まずまあ、工程はいろいろなメーカーによって違うんですけども、蒸し焼きにして、その後ですね、高温多湿の状態で保管するんです。まあ、管理するんですけども、1ヶ月後ぐらいにこのような状態になります。普通の、まあ、通常の白い生のニンニクと比べて、どういった味の特徴があるんでしょう？味はですね、ニンニク臭さみたいのがだいぶなくなって、甘みがぐっと出てくるんですよ。という。まるでフルーツのような。フルーツのような。ような、ドライフルーツみたいな感じですね。ということは、この黒ニンニク、どういった料理に合うんでしょうか？料理というよりは、ご飯を食べた後のデザートとして、食べるといいです。1日1粒2粒ぐらい。デザート。とっても甘いから。何かこう私も食事と一緒に摂ると、はい、匂いもだいぶな気になりません。あの食後の匂いが。朝食べる方もたくさんいらっしゃるので。そうなんですか。はい、元気出るし。てっきり炒め物とかそういうものに入れるのかなと思ってましたが。例えるならドライフルーツのプルーンに似てます。ブルーにちょっとプラスニンニク味って感じです。全く信じられないんですが、おっしゃっている、はい、ということはきっとそうなんですね。はい、黒ニンニク、これだけを買いにもう皆さん遠くから電車や車で来てくださいます。そうですか。はい、まず人気商品ということで、そうですね、黒ニンニクご紹介いただきました。はい、さあ続いて、参りましょう。今人気の商品があると伺ったんですが、そうですね、こちらの八戸サバ缶バーです。サバ缶って、まあ、いろいろと私も取材をしていると見ているんですけれども。そうですね。割と全国的にサバで取れますもんね。八戸のこのサバ缶、うん、特徴は？これはですね、7種類の味があるんです。このサバ缶自体にいろいろと味がついてる。ついてるんですよね。まあ、通常は、はい、いわゆる水煮の塩味とか味噌煮とか、が多いかと思うんですけど、はい、これはちょっと変わった味がありまして、はい、まず津軽海峡の塩味、柚子胡椒味、アヒージョ、グリーンカレー、トムヤムクン、ハバネロ、スタミナ源タレという青森で大人気の焼肉のタレの味です。すごいですね。やはり気になるのが最後に出てきました。はい、青森といえばという、これそうですね、青森のニンニクとリンゴがふんだんに入ったスタミナ源タレです。スタミナ源タレ、焼肉のタレなんですけれども、甘さ控えめのタレでニンニクとリンゴが効いててすごく美味しいんです。甘くて辛い青森県民の味と書かれていますが、はい、ということはもう県民の方にはスタミナ源タレっていうのはおなじみ、有名ですね。うちでもたくさん種類を注いでまして、はい、はい、辛口、甘口、塩分控えめ、塩焼きとかたくさんあるんですけど、佐藤さんはこのスタミナ源タレどういう食べ方してます？はい、私はたまにご飯にかけて食べたりもしてます。あ、もうそのままご飯に、そのままおかずないとき、もうそれだけでも満足。美味しいですよ。うん、なるほど。はい、さあこのサバ缶の他にもいろいろと缶詰がある中に。いちご煮というものがあるんですが、はい、これも青森の定番と書かれているんですけど、そうですね、青森の八戸の定番ですね。どういうものなんですか？はい、これはウニとアワビの牛汁です。ちょっと本当に特別な日に飲むような郷土料理になります。はい、ウニとアワビなのに、はい、なぜいちご煮？朝もやの中に佇むイチゴのように見えたっていう昔の人のお話なんですけれども、それでイチゴにって、ちょっとこう詩的というかロマンティックなイチゴのように見えたんでしょうね。缶詰ですけれども、1404円という。そうですね。まあ、やはりこのウニとアワビが。そうですね。はい。ご神物に使う方多いですよ。贈り物としても人気ということです。はい、そして、まあ、やはり青森といえば海産物、いろいろとあるんですけど、はいはい、私もこれは知っていました。仲良しという。そうですね。はい。八戸名物。イカの、はい。イカとチーズを組み合わせた、これ何と言ったらいいんでしょう、乾き物。乾き物ですよね。珍味ですね。かなりこう、
パッケージがこうレトロな感じなんですけれども、あ、そうですね、歴史ある一品なんでしょうか。う、ね、人気ですか。すごく人気です、ね、皆さん仲良しご存知の方はこの店で買うことできますので、はい、ぜひチェックしてみてください。さあ続いてはこちらです、はい、ご紹介お願いします。はい、こちらは、せんべい汁です。せんべい汁、はい、あのせんべいっていうと私はもう硬くって、例えばお醤油ですとかザラメの味がついているイメージですけど、青森県は南部せんべいなので、こういった平たい小麦粉のせんべいなんですよ。お米のせんべいじゃなくて。なるほど、はい、これお汁に入れるんですよね。そうなんです。どんな食感になるんですか。うんと、まあお麩とお餅の中間みたいな感じですか。うーんもちもち します。そうですか、はい、このパッケージにもとろりとした表面、もちっとした味と、はい、そうですね。だしはじゃあ、うん、醤油の味で、うん、鶏肉とかの、あ、これは味が入ってますかね。あの、はい、ぜひこれからちょっと寒くなる日も ね、他の食材の味を吸って美味しくなるんですよね。キノコだったりお肉だったりお野菜の味を吸って、へえ、はい、ぜひせんべい汁。お腹いっぱいになりますし、体も温まります。はい。これ食べてね、ぬくぬくと過ごして、ね、いただきたいなと思います。はい、さあ最後にやはり青森といえば、はい、リンゴ。そうですね。ね、イメージがあります。リンゴの商品もずらずらずらっといろいろとあるんですが、はい、中でも佐藤さんおすすめのものがあるそうです。はい、私の一押しはリンゴ茶です。リンゴ茶。はい。あの名前だけ聞くと、はい、なんかこう紅茶のリンゴフレーバーなのかなとか。違くてリンゴを乾燥させたものなんです。で本当にチップ状になってまして、それがティーバッグに入ってて、あ、それを、まあ、ティーポットに入れて少し待って飲むとすっごく美味しいです。リンゴの甘い香りがして。これは、うん、結構おなじみの商品なんですか。あ、そうですね、おなじみの商品、女性にもすごく人気で、はい、他でなかなか手に入らないので、はい、やはりこのお店だからこそ買えるという、ね、はい、ものなのかもしれないです、はい、リンゴ茶、はい、ご紹介いただきました、はい、さあそれではここまでいろいろとお話を伺ってきました、はい、最後に佐藤さんから聞いている皆さんに一言メッセージをいただきます。はい、はい、今年は、例年行っている新米キャンペーンなどは行いなかったんですけれども、引き続き中央区お買い物券がご利用できたり、GoTo キャンペーンのクーポンチケットや、電子クーポンも使えますので、ぜひご利用いただければと思います。よろしくお願いします。ここまで青森県特産品センターストアマネージャーの佐藤夏子さんにお話を伺いました。はい、佐藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。佐藤さん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。皆さんも行かずとも地方やふるさとを感じられるアンテナショップへ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。